プスさんです。はあはあ、私が紅葉で好きな場所はのぞり湖。あー、はいはい、以前原付バイクで群馬県内の温泉巡りをしていました。のんびりと小さなバイクで走り、見晴らしのいいところまで登って眺めたのぞり湖の美しさに感動しました。帰りに尻焼温泉に立ち寄り、紅葉の中で温泉の川に入る、なんとも豊かな気持ちになりました。またいつかあの豊かな時間を持ちたいと思いますと。なるほど、国村の上のとこですよね。水、はい、草津の方ですよね。はい、はい、あっちの方ですけどね。草津行く道中にある道に、あ、まあ、道中絡めて言えますよね。そうなんだ、はいはい、私も普通に自然と見てるやつだ。はあ、はあ、で、あと尻焼温泉、いいっすね。行ったことないんですよ、私。尻焼温泉1回だけあるから、ちっちゃい時。あ、そうなんですね。家族で、はい、家族で、はい、ではまた有名ですよね。うん、あ、有名ですよね。ね、ね、あの紅葉の中で入る温泉もね、うん、たまらないですよね。たまらないですね。私、宝川温泉、はいはい、でなんかその海外の方たくさんいて、混浴の大きな、混浴したん、あ、混浴しました。え、あ、でもちゃんとバスタだからちゃんと巻くんですよ、こう水着みたいなところに。水着じゃないからタオルを巻くんですけど。だよね。そうで、みんなで入れるんですけど、まあ、秋冬だったので、その雪とそのちょっと紅葉みたいな感じですごく綺麗でした。宝温泉なんか結構外国人がいるって聞いて。ああ、もうてかほぼ本当にその日本の方は私たちしかいなくて、みんな海外の方でした。ね、海外の方多いってすごい聞く。そうですね。